聖母子と天使ボッティチェッリ約1485年聖母マリアへの新人行とは、キリスト教におけるイエスの母マリアに対して行われるもので、新人行とは一般概念として個人の信仰などを祈りによって表す行いを言う。これらの聖母マリアに対する祈り行いは、聖母マリアに神への取りなしを求めて行われるとされる。 聖母マリアへの新人業は数多くあり、ロザリオの祈りは最もポピュラーなものの一つで、その他にも、生体訪問、十字架の道行き、数日間に及ぶ祈祷をする、ノベナやローマ教皇によるマリア像への体感の儀式、東方教会による遺ンへの崇敬、また、祈りの業を伴わないが、スカプラリオを身につけたり、マリアの庭園を整備維持することなどが挙げられる。乙女、 マリアに対する新人業は神に行うような崇拝ではない。カトリック教会と東方教会のマリアに対する見方はキリストより会であるが、マリアは他のすべての創造物よりも上位に位置する独特な立場だとする。787年の第二二回アコ会議では、ラトレーアマリアへの特別崇敬、天使や諸星人に対する崇敬への3段階の 階層が宣言され、三位一体の神に捧げるものと、マリアに対する崇敬、その他の諸聖人らに対する崇敬が区別された。マリアに対する新人業は、正教会とカトリック教会、そして正教会の伝統派においては、重要なものとされているが、ほとんどのプロテスタント諸教会におけるマリアへの見方は、この新人業を受け入れていない。なぜなら、 マリアに対する信心は聖書に記録されていないし、聖書によって促されているわけでもないからである。プロテスタント諸派は、これらのマリアに対する信心はキリストから注意をそらす、ものだとの考えとされる。マリアへの信心業の形態やその構造は、マリアを記念する、キリスト教各教派の違いにより、大変多様である。聖教会のマリアへの信心業は大変明確であり、 天礼と密接に結ばれている。一方、カトリック教会のマリアへの新人行は幅広く行われる。夜明けの門の聖母の前で祈る人々、リットアニア、ビリニュスカトリック教会のマリア神学において、マリアへの新人行は、カトリック教会の伝統の中でも他より目立って、顕著である。教皇パウロ6世は、自らの使徒的勧告、聖母マリアへの新人では、 その冒頭で、私たちは、ペトロの死教座と呼ばれるようになったその時より、聖なる乙女マリアへの信心を深めるように絶えず、努めてきました。と述べている。教皇ヨハネ・パウロ二世は、自らの使徒的書簡、乙女マリアのロザリオにおいて、マリアは作られたもののうちで、最も、イエス・キリストと一致しているのです。ですから、人々の魂を、イエス・キリストへと性別し、 一致させるために一番必要なことは、その母である聖マリアへの新人業です。と述べ、マリアへの新人業の大切さを強調している。一般階層では、クリニョンド・モンホールによる、聖母マリアへの誠の新人のような著作が数世紀にわたって読まれ、このことが、カトリック教会におけるマリアへの新人業が大きくなっていく土壌となり、何千万という巡礼者たちが、 マリアに捧げられた大聖堂を毎年訪れるようになっていった。サポパンの聖母像は毎年10月12日に通りを司教座聖堂から他へとこしで移動し、巡礼者たちを魅了する。マリアへの新人業は国家次元での統一を成し得る。グアダルーペの聖母への新人はメキシコの国家的な象徴であり、1979年には 教皇ヨハネ・パウロ2世がメキシコを訪れ、グアガルーペの聖母に加護を願った。これと類似するのは、シルバの聖母に対するリトアニアの国家的規模の数形である。なお、リトアニアは、スラドケビシウス数奇教、リトアニア議会議長によって、1991年9月にマリアへ正式に封建された。カトリック教会においては、競技的に認められてこなかったが、 聖人や、神学者が強く論じてきた多くの心情があり、マリアへの新人業はこれら結びついている場合がある。一例として挙げられるのが、マリアへの新人は、予定説の兆候だとする心情である。12世紀のクレルボーのベルナルドスや13世紀のボナベントラ、18世紀のアルフォンソでリゴリの諸成人は、この心情を主張しており、20世紀の神学者である。 デジナルド・ガリグー・ラグランジュは教皇ヨハネ・パウロ2世を教えた人物であるが、彼は予定説の兆候に関する近代神学的な議論を支えた。カトリック教会のマリアに対する新人業は無数にあり、それらには多様な文化的側面がある。多くの著名な新人業がある中で、小規模なもの、特定地方のものや、その地域の限定的なものも数多く存在する。 カキは新人業の特徴ごとに分類したものである。歴実際、すべてのマリアに対する新人業は、ある意味で、カトリック教会の暦における天礼の祝日や、司教区ごとに定められている暦、修道会などの改修ごとに定められている暦などと関連している。初土曜日は、乙女性マリアを記念して捧げられた祝日である。この祝日は、旧世紀、 フランク王国カロリング朝の時代に由来を持つ。5月は伝統的にマリアに捧げられた月である。祈り、お告げの祈りは伝統的に大天使ガブリエルによるマリアへの受胎告知を記念して祈祷されるもので、この祈りは1日に朝、昼、夕の3回唱えられる。復活節の間はこの祈りは唱えず、その代わりとしてアレルヤの祈りを唱える。ロザリオの祈りや、 聖母マリアへの夕べの祈りは、基本的には、感想瞑想用の祈りである。ロレトの連邦は最もよく知られたマリアへの連邦である。聖母行列ロスアンジェルスのダウンタウン通りを歩く、アニュアルグラウンド聖母行列マリアを記念する、キリスト教徒は、しばしば、マリアを称えるための聖母行列を行う。これらの行列は大きく分けて16世紀より、カトリック教会と、 正教会の文化圏に限られて行われてきた。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロスアンジェルス市では、1781年のロスアンジェルス市開設より、毎年100年間、聖母行列を行っていた。マーク・アンカー・アルバートによって設立された、天使の元公財団は、この聖母行列を2011年に、ロスアンジェルス市のダウンタウンにて復活させた。 ロスアンジェルス市の混流記念も兼ねて行われる。他の新人行聖母、マリアの新人行の中には、他の新人行に関連するタイプのものもある。ルルドでの聖母出現では、ロザリオの祈りが強調され、ファティまでの聖母出現では、出現した聖母マリアがロザリオとスカプラリオを持っていたと報告されている。地域の聖母マリア新人行では、その地域が、祭りや、 儀式のような形で新人業を支え続けている。フィリッピンのポルタバーガの聖母は、この地域の人々が数百年にわたって祭りを行い、この聖画を推計し続けている。スペインでは、毎年の聖霊降臨の祝日あたりに、マリアへの新人業の一環として、約100万人の人々がエル・ロシオの巡礼に参加する。この他にも多くの新人のための表現方法がある。 例としては、カトリック教会の聖堂では、主祭壇の脇に、聖母マリア用の祭壇を設けたり、聖堂の横に、聖母聖堂を設ける風習が存在する。この町の通りでは、写真のように、聖母マリアを推計する小聖堂が設けられている。イタリア、トスカーナ州、モンテバルキ聖公会継承教会の集合体である、アングリカンコミニオンは、統一された教会ではなく、 諸教会を総括する権限者が存在しない。様々な異なるタイプのマリアへの新人業が、それぞれ異なる、聖公会グループによって行われており、マリア数形の度合いにもそれぞれ温度差がある。アングリカンコミオンとコンチューニングアングリカンムーブメントの内部では、ハイチャーチ系とブロードチャーチ系において、他のグループよりはマリアへの新人業が、比較的重視されている。 オーストラリア、ニューサウスウェールズの聖ヨハネ英国国境界にある聖母子像のステンドグラス。マリアを重要視する度合い、マリアへの新人業の扱いは聖公会の歴史において変化を遂げてきた。16世紀に英国国境界がローマカトリック教会から離脱した時以降、マリアから離れる動きが始まった。1552年の聖公会祈祷所では、 マリアに関する記述がわずか2、3か所だが、受胎告知の祝日やマリアのお清めの日はそのまま存続していた。しかしながら、17世紀になるとマリア数計への段階的な回帰が1662年までに起こり、5つのマリアを記念する日ができた。英国のマリアに対する信人はよく、歌やマリアへの参加、そしてクリスマスで歌われる。 賛美歌などにおいて表現されてきた。代表的なものとして、17世紀のジョンダンやジョージ・ハーバートの詩、または18世紀の乙女性マリアのようなトマス・ケンの作品が挙げられる。聖公会におけるマリアへの新人は19世紀の間にアングロ・カトリック主義におけるオックスフォード運動やジョン・ヘンリー・ニューマンのような著名人たちの活動によって再考された。 英国の神学者、フレデリック・ウィリアム・ファバーはいくつかのマリア参加を作ったが、19世紀の終わり頃にかけて、このファバーのような英国神学者たちにより、マリアに対する新人業の積極的な普及がなされた。20世紀における礼拝式の刷新で、マリアは新たに重要視されることとなり、ほとんどの成功会経緯当初の中の生産式における祈りで、マリアの名前が入れられた。 聖公会、アングリカンコミニオンの聖職者上層部内において、マリアに対する新人業が段階的に増加していることも、また、歴然としてきた。カンタベリー大主教老ンウィリアムズは、2008年にルルドの聖母に巡礼しており、聖母死への祈り方の本を書いている。聖公会のマリアへの新人業には、ロザリオの祈り、ロウソクの奉献、ウォルシンガムの聖母、 または、ルルドの聖母への巡礼が含まれる。なお、ここで言うロザリオの祈りは、聖公会独自のものであるが、カトリック教会のロザリオの祈りと類似している。聖公会や、アングロカトリック主義の信徒もまたロザリオの祈りを行う。数世紀にわたり、ウォルシンガムの聖母は聖公会の乙女マリアに対する、信人の中心にある。聖公会においては、 ウォルシンガムの聖母の祝日を10月15日に定めており、カトリック教会ではこの祝日を9月24日としている。聖公会の主教座聖堂やアングルカトリック主義の教区教会、そしていくつかの聖公会大聖堂には乙女マリアに奉献された礼拝堂や祭壇が設けられており、これらは聖母礼拝堂、聖母祭壇と呼ばれている。聖公会。 カトリック教会国際会議では2005年に拘束力はないもののマリア、キリストの恵みと希望という共同声明が公表された。このような枠組みの範疇におけるカトリック教会と聖公会の議論においてはマリアとマリアに対する新人業についてその合意をさらに進めようとする動きが始まった。火山の生信女、または火山の聖母この聖母牛側。 カトリック教会及び聖教会の双方において、信心の対象となってきた。永遠の乙女は、東方教会における重要な祈祷及び、冷静の主題の一つである。聖教会における乙女マリアへの信心は、当然のこととされる。この乙女マリアへの信心は、聖教会で、信仰生活一生の中に浸透していた。そして、西側のローマカトリック教会のように、 神学的発達を強いられることは歴史的になかった。聖教会ではマリアへの信心をキリスト社の霊性における重要な要素と捉えており、キリスト教の他教派によるマリアへの無関心を問題視している。聖教会の神学者セルゲー・ブルガーコフは乙女、マリアを数形しないキリスト教教派をもう一種類のキリスト教と呼んだ。テオドコスの称号は、 正教会においてかなり重要であり、神の受肉が時き満ちてなされたことを宣言する言葉とされている。正教会のマリアへの信心は次の3つによって特徴を付けられる。正教会はマリアが一人の人間であるにもかかわらず、すべての創造物の中から最も高い地位のものとして神に選ばれた存在だとしている。正教会の賛美歌常に服にしてはマリアを サトシ天使よりも誉れある存在で、シ天使を超えた栄光に輝く存在であると称える。聖教会においては、そのほとんどがマリアを罪なき存在とみなしているものの、カトリック教会のマリアに関する教義、無限罪の親鳥については、決してこれを受け入れない。聖教会のすべての方針例や生態礼儀においては、数え切れないほどの回数で、マリアの名前が呼ばれる。 伝統を唱えるときは、その最後を、乙女マリアへの嘆願の祈りで締めくくられる。一連の三子が繰り返し唱えられるとき、その最後の一つは、テオトキアというマリア参加であることが多い。聖教会には、無数のマリアへの伝統が存在し、数多くのマリアの称号や、いくつかのマリアに関する教義、その他教訓的なものや、マリアを守護者とするものなどの広がりがある。 しばしば奇跡を起こすとされている、聖神女の聖画に対する、新人業は、聖教会において、一般的に見られるものである。火山の生神女など、多くのこのような聖画は、その聖画が置かれている地域を守護すると考えられており、フヨドロフスカヤの生神女は、ボルガガ上流の地域を守護するとされ、また、トルガの生神女は、ヤロスラブリを守護するとされている。 地方独特の聖教会におけるマリアに対する新人業はたくさんあり、古来から存在しているものも多い。そしてこれらもまた、現在のイスタンブールにある、生命を与える春の生信条など、世界中の各地に点在する。マリアに対する新人業で最も重要視されているものは、生信条へのアカフィストであり、これは、毎年の四巡祭に唱えられるもので、また、 各信徒たちが年間を通じてそれぞれ個人的に唱える場合も多い。また、アカフィストのうち、生産の準備の部分だけを唱える信徒もいる。古代聖教会の祈りで因文に訳された者が、聖公会の賛美歌イエスは見ておられる。イエスは、聖なるお方の第二祝に見られる。ありがとうございます。